バレンタインガチャね、引いていこうと思いますと思いきや、引きませんと。まずはこの O シリーズ交換メダルいただきますと。削除の前にもらっておこうと。で、O シリーズどれをもらいますかって言われたら、この人一択でしょ。誰がどう考えてもこの人でしょ。いや、やばいでしょ、これ。ということで、サフィーラをもらいます。サフィーラでよかったっけ？サフィーラだよね。一択だよね。はい。やったね、と。いやー、サフィーラ以外はありえないって書いてあったから、ネットにいろいろ。ていうか、俺の知り合いもこれ持ってて、相当使い勝手がいいって言ってたような気がしなくもない。ただ、使った記憶はないとか言ってたかな。で、なんだこの辺は。なんだこの辺。カエデ。まあいいや。じゃあやっていこうと思いますと。まずは、確定ガチャから引いていこうかなと、アンドロメダ。これなぜ買っちゃったんだろう。なぜ買っちゃったんだろう。いるのかな。着せ替えドロップ。武器がひょっとして強。なんじゃこりゃ。これシーウルフに入ってくる可能性あるな。ただちょっと重いかな。アストリアはどうかな。アストリアって確かこれゴッドフェスでいなかったっけ。っていうか、鬼滅の刃コラボまだ来ないのかな。これは、どこに入るんだこれ。どこに入るんだアストリアって。武器が強いとか。これはでも、UFO、これ、こういうことか。無敵貫通。で、アルレシャがね、とりあえず、必要だったような気がする。はい。何か出るかなとね。そんな臭い芝居しなくても。で、アルレシャは？これそうだ。これだ。ターンが短い、ドロップ生成だ。で、能力的に一通りついていると。じゃあね、残った3つを引いていこうと思いますと。ちょっと引いてみてもいいんだけど、ただ個人的になんかこれから来そうだから、あれ？ダイヤ来た。何が来た？これはカラットは、カラットどうなんだろう。悪くはない気もするが、カラットどうなんだろう。どうだったかな？当たりだったか外れだったかな？昨夜は、これは明確な外れだろう。ちょっと能力見てみようと。当たり外れか、どこに書いてあるのかな、これ。昨夜はダメ。カラットは若干ありか。抜けといた方がいいぐらいか。昨夜は？でもなんか使い道ないのかな、昨夜。武器として置いとくか。全く使えないわけでもなさそうだし。じゃあラスト行っていこうと思いますと。ダイヤがコーナー来た。何これ。シーン。武器として置いとくか。いる？ということで、こんな感じで終わりますと。なんかちょっと微妙な結果だったな。